せっかくでございますので、質疑応答の時間を取っていただけるそうでございます。ぜひご質問がある方は挙手にてお願い申し上げます。朝日新聞はどうしてそこまでなっちゃったんですかね。私もよくわかりません。正直言って。だけど、あそこはそもそもなんていうのかな、新聞の基本方針が戦後ずっとそのようですね。あそこの大株主のファミリーが2つありますよね。大株主のファミリーが2つある。ここがどうもそういう方針のようなんですよね。自反国家、反天皇、反軍なんでね。実はその戦前、一番好戦的だった朝日新聞だったんですけどね。どういうわけでそういうことになったか詳しくは分かりません。だけど、あとは非常にやっぱり組合が強いです、あそこ。なんか見ると。組合強いですね。だから、なんていうか、外部の人はなかなか入れないので、非常にがっちりと、そういう方針が動かないようになっている。だから、株は、なんていうかな、大株主がコントロールしてますから、一般の株主が、なんていうかな、口を入れることできないような体質になってるんですよね。まあ、ともかく悪いことやってる新聞だから早く潰せばいいんで、なんでそうだったかってことは後でゆっくり考えましょう。朝日新聞読んでやりましょう。読んでやりましょう。公共の施設とか、ホテルとか、ああいうところに新聞が置いてありますけれども、そういうところに朝日新聞が多いんですよ。それで産経新聞は本当に銀行とかああいうところにも置いてないんですよ。それはですね、皆さんができるんですよ。特に公共の図書館ですね。公共の図書館は我々リクエストをするのもですね、挙手できませんから、もう僕の本なんか入んないわけですよ、なかなか。ね。それだけど、反日最後の本は10冊ぐらい入ったりするんですよ、あれ。そうそうそう。これ私のね、友人でね、千葉県の柏市に住んでる方で、その運動を非常にしつこく続けてる人がいます。各地の、特に自分の町の公共図書館で。でね、図書館の師匠っていうのはね、大体これ、反日左翼が多いんですよ。だから、で、つまんない本でも、さっき言った三一書房の本だとか、局さんの本でもね、何で売れるんだって言ったら、公共図書館全部買うんですよ、これ。一冊最低買うわけで、これだけでもね、3,000、5,000売れるから商売になるの。で、例えば、上野千鶴子っていうとんでもない、頭のおかしいとしか言わないフェミニストのおばさんがいますけど、この中はお一人様なんとか言って、そういう、その本がですね、ある図書館でいて、30冊入ってたっていう記録があるのね。だから船橋の、千葉県の船橋の図書館じゃ、保守的な本を買ってあったんだけど、持ちちゃったっていう事件が10年ぐらい前にありました。紛失事件ですよ。ですからそういうところに皆さんに行って、こういう本買ってくれと。で、買ってくれなかったらなんで買ってくんないんだと。ね、図書館の館長に合わせるとか言ったら、ノーと言えないはずですよ。皆さん税金払ってるんだから。じゃあなんで買ってくんないんですか？なんでこの本30冊もあるんですか？10冊もあるんですか？おかしいじゃないですかと。ね、新聞も、産経新聞取ってなかったら、産経新聞入れてくださいよって。これしつこく言ってください。特にそういう問題興味ない政治家とかにですね、捕まえてですね、市議会でも何でも、それ圧力かけさせるんですよ。で、今のところ、リクエストのポストみたいなのありますよね、書いてこれ買ってください。で、3回やったのに買ってないと、おかしいじゃないかって言って、文句言いに行ってください。すごい額のね、図書費を持ってます、日本の自治体は。おそらく、高松市だったら、数千万年間使ってるわけですね、図書購入。ですから、それを我々の手に少しでも取り戻しましょうよ。ね、藤井元気さんの必ず5冊ずつ買える。ね、西尾が最近の筒子さんとかね、そういう方の本は必ず買えとかね、そういうふうにして、またそういう本が実際に4日間まで増えてくるでしょうし、でこれは我々がいわゆる納税者としてできることなんですね。これは長所をしつこくやる必要があると思います。ちょっとね、リクエストまで入れたぐらいでなかなか買ってくれなかったりするんですよ。でこれは合法的におとなしくできることですから、ぜひ皆さんやってください。特に高松市だったら高松市民でちゃんと税金払ってる人が強い立場ですからね、おかしいじゃないかということで言ってください、ね、それをお願いします。竹島に自衛隊とか保安庁、どこまで設置とか、公開とか。厳密に何キロまで行っちゃいけないって話は私は覚えてませんが、とにかく上空の飛行禁止だし、近づいちゃいけないことになります。これは日本側の日本政府がそういう、だから自衛隊に命令出してる政府がそういうことになる。いけないんですよ。いけないんです。だから本当は毎日上空飛んだりしなきゃいけないんですよ。毎日飛ばなきゃいけないし、それからできたら海上封鎖して、日干しにしてないですけど。食料とか水供給できないです。してないですよね。海上封鎖。そんなところにあるから上すら飛んじゃいけない。近くにも寄るな。保安庁も自衛隊もいけない。そういう不甲斐ない政権なんだよ、我が国の今の政権は。前からそうです。安倍内閣になっても変わってない。そう。前から変わってないんです。前から自民党の時からずっとそうなんだ。民主党でそうなったわけじゃないんですよ。残念ながら。竹島に郵便番号ような圧力をかけることができました。今竹島に本籍地を置いて、その住民票を持って郵便局に行って、郵便番号は何番ですかと聞いたところ、685の06だったんですけど、685の06は適当なところがまずだったんです。それ竹島特有の番号をつけるように圧力をかけることができました。あんまりなんていうかね、直接やるんだってことじゃないと思いますけど、そういう付随的なこともいいことだと思います。私の友人で、元海上自衛隊の人で尖閣で本籍地が持ってた人がいます。できるんですよ。尖閣本籍地できちゃう。あれは石垣島の町の港のすぐそばの友代っていう地名があるんですが、友代の町がついてるんですよ。島に1個ずつ。だから本籍地はどこでも選べますので、そこに持ってって、でもこの人は返すのに自分の宝石地に行けないわけですよね。残念ながらね。そういったことも付随的には大事でしょうね。付随的には。殿城だから、あれは、あそこは郵便番号があるんですよね。だからそこで、本籍に一足を増やすとかさ、なんか尖閣とか竹島の切手出させるとかさ、いうようなことは、周辺的なね、根幹的なことではならないけど、こととしてはいいんじゃないでしょうか。はい。安倍内閣が本気で拉致問題を解決するのか、金正恩体制これ難しいです。そういうことはどうなんじゃないですけど、我が家の公明党、共産党、どっちの方向を出したところによって、拉致問題を解決したところにも聞いている。で、今回、そのお金、国民の税金についてます。とんでもない問題だと、青山茂があるたびに。この問題に関して私は原則論でも考えますから、北朝鮮の今の国家が存在する限り、本当に拉致問題の解決ってはないと思いますね。ないですよ。国が国家としてやった犯罪なので、要するに泥棒と話してるわけなんで、いわば泥棒が私がやったことが悪いことがありまして、全部取っても返しますってことで言うわけないんです。で、これはもう事実関係が隠蔽する。だから金正恩の時は、小泉の時は、程度でごまかして、ね、それでもって解決したことにして、日本から金取ろうということで、程度のことでもできたんだと思うんですが、じゃあ、その他の人たちの問題ってどうなってるのか、一番マキシマム500人ぐらいじゃないかと言われてる、確実に100人ぐらい、失踪者ってのはいるわけですよね。で、一番大事なのは横田めぐみさんの問題ですよ。これはもう死んだってことになってるけど、向こうは犯人なんだから、犯人と交渉してるようなもんで、これは、ほとんど言うわけないですよ。根本的には北朝鮮の体制が崩れるまで、本当の解決っていうのはない、だと思います。で、北朝鮮が今狙ってるのは、横田めぐみさんが死んだということを、日本人に納得させたいと。で、特にご両親に納得させちゃって、そうすれば日本人がどこからどう考えても一番理不尽なのは、鳥岡めぐみさん問題ですよね。ですからこうで、そして例えば孫のヘギョンさんというのが日本と北朝鮮内で自由に生きていくようなぐらいにすればいいんじゃないのと、それで解決に持っていこうというのが向こうの腹ですよ。うん、そのものに乗っちゃうとダメだと思います、私は。ね、北朝鮮の体制が変わらない限り、私は本当の解決はないと思いますよね。ただ我々できるのは原則を守ってやっぱ圧力をかけ続けていくことということ、まあ、それしかないと思うんですね。いや変なところでもちろん絶対金出したらいいなというなんでね、金の話が大事かというとね、結局ね、自民党とか財界の問題になってくるんですよ。ね、でこれ政治賠償みたいな大きな超単位のお金が北朝鮮に行きますよ。そうするとそのお金のキックバックを政治家が取ろうとか、ね、それでやったら大きなおそらくインフラ事業になりますよ。ダム作るとか道路作るとかしたら日本の土木建設のやつがそれ仕事をもらいたいとか、そういうことでものすごく暗躍してるんですよ。これ自民党選挙の問題なんだ。本当の拉致問題解決しようなんてことじゃなくて、金が動くと動けば自分で儲かると思ってる財界人や政治家がおる。そこが問題なんだ。そういう自民党を倒さなきゃダメなんだ。向こうは足元見とるのよ。みんな税を欲しがってると自民党の政治家がね。だからこちょこちょこちょってやれば適当なところで解決ってことに、解決じゃない、本当の解決ってことにできてしまうだろうということを見抜かれてるんですよ。で、シナにしても、北朝鮮にしても、いいですか、そのシナから日本の政治家だいぶ ODA のキックバックで賄賂もらってる。どっちが強いね。だからシナの方が強い立場になっちゃうわけですよ。なぜかって言ったら、それをばらせば、ね、言論の自由のないシナとは全然問題ないわけですよね。だけど、こいつが中華人民共和国から金もらったとなったら、その政治家は日本では破滅ですよ。だから金もらってるってことは、いつでも汚いからもらっちゃえば、いつでもその政治家が潰されるんだ。お前どうすると、言うこと聞かなかったらばらせよって言われたら、もうみんな、ね、言うこと聞かざるを得なくなっちゃうんですよね。ですから、そういう我々非常に腐敗した構造に日本政治家が取り込まれてるんですよ、かなりの人たちが。慎重派ってのはそういう意味ですよ。ね、北朝鮮の連中もそうです。そういうことを気をつけなきゃいけない。てか外国からの侵略を受けるっていうんですか。非常に危ないですよ。危ないですよ。どん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 人が入ってきちゃうし。日本人ってのはね、いまだにすごい優しいんですよ。ね。これだけ韓国、南朝鮮がでたらめなことやって日本が悪口世界で言いまくって、嘘、ね、日本のマシンやりまくってる。日本の中でね、朝鮮料理屋のガラス一枚割れてない。日本は非常に文明的ですが、こんなこと他の国だったらバチバチ韓国人がいるから焼け打ちになっちゃう。それは優しい国民なんですよ。だから逆に言うと足元見られてる。せっかくの問題みたいなのがあったら、ほら、日本にはシナ料理屋かなんかね、医者に火つけられてもおかしくないと。普通の外国ってそんなもの。日本人嫌なんですよ、それ。でこの優しさがね、あだになるかもしれない。ですよね。だから、今、北朝鮮はね、韓国に12万人の工作員を送り込んでるって言われてる。だから、国の規模からすると、経済規模なんか、南北朝鮮に比べて北朝鮮ちっちゃくて貧乏だけども、軍備はちゃんとしてるし、南に送った工作員に全部破壊工作やったら大変なことになる。で、お隣のチャイナにはね、国民総動員法という法律があるんですよ。で、これは、いわゆる国の国籍を持ったもの、いざという時は全部国の言うことを聞かなきゃいけない。今、ここにいる、入ってるんですね、日本にいるシナ人に、暴動を起こせと。言ったら暴動を起こすのが彼らの義務なの。あちこち火つけたり、ね、女性を交換したり、やりまくれって言ったら、やるわけです。非常に危ないんですよ、そういった点では。で実はね、昭和22年に、シナ人による日本人大虐殺が起きてるんです。5万人ぐらい殺されたんですよ。ところがみんな日本人はそこで気が付いてないんですよ。なぜかというと、それは台湾で起きたから。台湾は戦争を負けましたけど、まだ日本だったんですよ。これはサンフランシスコ平和条約で日本が台湾を切り離すまでは、台湾の人たちは日本人ですよ。この人たちはシナ大陸から入ってきた国民党軍によって228事件ですね。それで5万人ぐらい殺された。5万人だって当時の台湾の人口600万人ですよ。100人1人ぐらい殺された。日本人が殺されたんです。で、我々中華人民共和国に占領されたら同じことがもっと残酷なことになります。宗教はこの20年間ものすごい反日教育やってる。うん。それこれもなかった、存在しなかった、その南京虐殺から何かやってる。で、いつの間にか従軍4も50万人になって25万人はシナ人になって話になってる。最近は。だから日本人、この間商船三井が金取られましたけども、日本人企業を叩き、日本人を殺し、日本人を犯し、日本人をやっつけることは正しい行為だってこと、この確実に20年教わってきた人たちがいるんですよ。で、シナ人がいざとなるとどんな残酷か、228事件のことをご存知の方よく知ってるはずだ。あれは、シナ人が日本人を虐殺した事件なんですよ。もっとひどいことが起きるでしょう、おそらく。日本が、シナが属国になれば。我々そのことは本当にね、腹の底からね、恐怖感を覚えなきゃいけないし、そのために行動しなきゃいけないよね。だから移民法、自由化なんてとんでもない。自分が入ってくるんだ、シナ人が入ってくるんだ、とんでもないよ。そしたら、今台湾でもね、学生が一緒に立ち上がって、サービス貿易自由化反対。なんでだったら、やったら大陸からどんどん人が入ってきて、台湾がもう人工的に大陸のシナ人に占領されちゃう。だから共産党にも事実上併合されちゃう。それを防ぐためにやってるんで。ね。だから日本の、本当に移民の自由化なんてとんでもないことですよ。これは。これも自民党に考え直してもらわなきゃいけないことの一つです。本当に心配です。今日は本当に尊いお話ありがとうございます。先生の先ほどお話だったように、原憲法は法律憲法であるというのは非常によく分かったんですけど、その日本が今抱えている問題でこう非常に自虐期間っていうのがあって、ポール・ダーマとか村山ダーマとかいう問題もあるんですけど、その日本の法律を取り戻すっていうのをもっとこう進めていけば、そもそもその日本の憲法っていう中にその信仰を取り除いた。なぜ日本がこんなに強いのかっていうのは、その中に信仰っていうのが流れていた。それを取り除くっていうものがあって、今日の、最初に君が代を2回提唱したんですけど、先生はこの信仰という意味について、この憲法の中の、戦後憲法というのは、そのような信仰というのはどのように考えられるか、どうか。帝国憲法ですね、見ますと別に信仰を生むっていう条項はないんですよね。まあ、信教の自由ですよね。で、日本人は多神教的な、半神論的な世界に住んでますから、おそらく縄文時代以来そうですよ。ですから、あんまり神教的な信仰ってのは合わないんですよね。特に形式主義的なものってのは非常に嫌いですよね。だからその半神論的な、今日もお祭りやってましたけど、そういう半神論的な日本人のその生命感、宇宙感ですよね。こう、5000とずっとつながってるという縦軸の感じ、時間軸もあるし、同時に神羅万象、何でも命があるんだっていうような、そういう捉え方ね。三千草木で全てこれ、命があると。精神があるというような捉え方、日本人は自然ですわな。そういったものを非常に大事にしていくっていうことが私は大事だと思います。ですから、この、言わず語らずにお祭りとか神社とかつながってきますよね。そういうことやってるとね。だから、取り立ててなんか憲法の中にそういったものを他が作るっていうんじゃなくて、例えば、昔はそういうものが信仰という形じゃなくて、道徳ということで、ね、教育直後もそうでしょ。国民の共通の道徳ですわ。ですよね。そういった形で日本人が自然に受け入れると。だから、明治憲法体制っていうのは、明治憲法だけでできてるわけじゃなくて、これは、5カ条のご専門もあり、軍人職業もあり、教育職もあり、そういったことで総合的に一つのね、日本の文化というのは政治文化というのは成立したし、もちろんその前には、もう縄文時代以来の日本人の長い歴史、精神性というものがある。書かれてない部分が大事なんですよ。書かれた部分も大事ですけどね、書かれた部分だけが大事だっていうのは西洋の考え方で、書かれてない部分の方が大事だと私は思います。そういうものを大事にしていくということ。あまり憲法の中で信仰とかそういうことは私は直接言うのはあまり好ましくないんじゃないかないうこと。ただ天皇という前に出てくれば、もう天皇というのは日本人の政治形成に代表してますから、私はそれで十分だと。天皇は歴史的なね、見て日本国民統合のまさに象徴、歴史的な、有機的な生命体として、ね、天皇は永遠の天皇ですね、人物は変わってもね、ですからそういったことがはっきり分かっていれば、私はおのずと後は使っているものだと。むしろ憲法の条文以外の我々の文化をどうやって保つか、そういう反身論的なね、そういうことが大事なんじゃないかなと思いますね。我々の日本の国の周りに朝鮮半島を大きなアメリカ、それでインドがありますからね。それは日本の国がこれ持っていれば全て頑張られたのもあるんだけど、シナ大陸と朝鮮半島というのは、私は一旦は自分たちで作れていくような国がいいなと思いますけど、どう思いますか？いや、実際ね、今そんなに伝わると思うんですよ。もうシナはね、結局、まあ一つおめでたいっていうことは長期的に見てね、シナはその清朝末期から外国にいろいろ疎開とか作られて植民地化されて、まあ、全部追い出しましたよね。まあ、ある意味持ったことってのは大したこと。結局それどうなった？今シナ人の国ですよね、どこの国もね。で、まあ実情共産主義がやめちゃって、なんか共産党という独裁機関があって、一党独裁で、あとはまあ衛生資本主義みたいなことやってる。一番ひどいのはやっぱりね、自然環境が破壊でしょうね。土地もね、水も空気もめちゃめちゃにしてるんだよ、お金儲けのために。シナ人がもうシナに住めなくなるって言ったのね、あれね。シナ人が全部その国の主人公になったらどうなっちゃうか。シナ人がシナを破壊してるんですよ、今。もうひどいことになってるね。だから彼らはもう外に逃げたくてたまんないんで、あんまり日本に逃げてくるんで困るんですが、彼らはふるさとを大事にしようとか思わないんだから、税金が儲かればもう川をどんなに汚そうが、空気汚そうが平気なの。じゃあどうしたらいいの？俺は金持って逃げる。それは全部シナ人のメンタリティですよ。本当にね、自分たちで首絞めてる。バブルは間違いなく崩壊中ですね。バブル崩壊だけじゃなくて、その自然破壊しちゃったらもう農地の米作ってるとかほとんど過剰にもうひどいことになってる。自分たちで食っていけないじゃないですか、次の世代。そのこと考えないんだよね、あれは。儲からへんね、今。土地が汚れたらどうするの？先祖出ない土地がね。で、ここへもう何も作れなくなったら食えなくなる。そんなこと考えない。自分は金持ってから逃げる。これなんですよ。だから結局彼ら自身がね、シナ人がシナの主人公になるときにシナを滅ぼしているということだと私は思っています。朝鮮も似たようなもんでね。朝鮮の今、南朝鮮の活動家、慰安婦問題を見るときにこういうことを言います。この問題は本当は人権問題じゃないと。慰安婦の問題で、日本民族というのが、日本国民というのは世界中で最低最悪の道徳的な、最も卑劣な国民であるということを世界に証明するんだと言っています。朝鮮人が言っています。しかし、この慰安婦問題の事実が明らかになれば、我々はそのために戦っているわけですけれども、どんな国の国民が世界一嘘つきかはっきりします。私、アメリカで4回、慰安婦問題講演しましたけどね、英語で YouTube で慰安婦問題約1時間の英語のスピーチを上げてます。最近見てませんけど、約4万件ぐらい世界で再生されてる。4万件の人が見てくれた。賛成と反対がつくんですよ。ね、グッドとバッドって分かりやすいのがつく。で、グッドはいくつついたか ?1400 ついた。で、勝ってるんですよ、グッドの。だけど、まあ、この問題はいろんなことがあるから、朝鮮人の言う宣伝も盛んなるし、どうだろう、バッドをつけた人いくついると思います？見た方はご存知で。半分ぐらいいるかな。1400だから1000ぐらい反対した人がいるか。半分の700ぐらいいるのか。その半分の350ぐらいいるか、100いるか、いないんですよ。たった25だよ。しかし1400対25で勝ってる。で、私は別にその特別なこと言ってませんよ。何か、ファクツ、ファクツオンリーだと、事実だけを皆さんにお知らせします。皆さん考えてください、自分で。というふうに言ったら、結果これですよ。日本政府は堂々と言えば、必ず勝てる戦いなんですよ。世界中の国でどの国が一番嘘つきか、これではっきりするんです。自分たちで自分たちのね、国を滅ぼしてるんですから言いようがありませんよね。だから皮肉なんですけども、皮肉と言っちゃいけないのかな。私はアメリカで講演するときこういうこと言うんです。慰安婦問題の真実についてお話しする。この私の講演は3つの国民の名誉を守るだろう。一つはもちろん日本国民の名誉だ。2番目はアメリカの名誉だ。だってあんなこんな嘘のインチキの捏造の歴史によって慰安婦争争が立つな。これはアメリカ民主政治の名折れでしょ。アメリカ国民の恥でしょ。だからアメリカを救うためにやってる。もう一つは実は韓国を救うためにもやってるんだ。こんな嘘の歴史をやって、そのうちバレます。韓国は世界で嘘つき民族ということになっちゃう。その韓国を守ってあげるためにも私は本当の話をしてるんですと申し上げます。韓国人差別はよくありません。それは、ね、韓国人がやってることは間違ってるんだとは間違ってると言ってあげるのが本当の真実というもんです。そういうことです。というふうにお話をいつも進めてます。ですから我々は自信持ってこの戦いやっていかなきゃいけない。おっしゃる通り南北朝鮮もシナも自分で自分の国を滅ぼしてますよ。それではお時間となりましたので、ご質問の方はこれで打ち切らせていただきます。本日は本当に、日本人としての誇りを取り戻す、本当に今、日本が、ね、置かれております、この事態というものを改めて認識をさせていただいた時間でございました。新国日本としての誇り、そして、私たち日本人が一国平和主義を脱却して今先生がおっしゃられましたように多くの国々のためにもですね、自由と繁栄を享受していくことが必要であると思います。本日は本当に先生ありがとうございました。今一度拍手をお願いいたします。ここで今後のイベント開催につきまして日経文化振興会森川仁理事よりご連絡をさせていただきます。皆様、長時間ご覧いただきましてありがとうございます。今後ですね、我々日経文化振興会であと協賛団体である正しい歴史を伝える会さんほか保守関係団体各団体さんとご協力しましてこういったイベントを全国各地で続けていこうと思っております。来るですね、8月の17日、高松においてですね、ラポート高松というところで、小坂英二先生という地形の政治家の方、ご存知の方多いと思いますけども、尖閣諸島へ泳いでこれる、割とアクティブな方でございます。この先生をお迎えしましてですね、憲法改正とその日本のこれからについて、お話をお聞きするという会を8月の17日ラポート高松というところで行う予定がございます。で、11月の3日にですね、これは山口愛理ちゃんという最近教育直後のね歌なんかを作って、それは割と街頭というか、路上でライブをされるお嬢さんが大阪におられるんです。でそのお嬢さんがですね、サポートホールの3階小ホールにおいてライブコンサートを開くということで、こちらの方でもこれはもういろんなその昭和の頃の唱歌であるとかね、それも戦前の唱歌をきちんとリメイクというか復刻させられて、でその復刻させられた唱歌をですね皆さんと一緒に歌うという割と楽しいライブイベントが11月3日この8月17日と11月3日に関した日経文化振興会主催ということで行うということです。で、日経文化振興会と、協賛ということで正しい歴史を伝える会さんと、新しい歴史評価書を作る会さんの方でもイベントを企画されているということで、まず正しい歴史を伝える会さんとの協賛イベント、7月の6日、讃岐会館というこれ東京都の港区にあるんですけどね。なので、なかなかこちらから行くのは大変かもしれませんが、讃岐会館という、こちらと縁の深い会館がございまして、そこでですね、正しい歴史を伝える会さんの歴史パネルで、こちらの方を、7月の6日、東京都市港区讃岐会館の方で行われているのです。で、今度はもう一つ、京都でですね、大学先生の講演会がこちらであります。で京都でですね、6月の21日、22日と、こちらは正しい歴史教科書を作る会さん、藤先生と藤という並びで一緒の藤岡先生のいらっしゃるところですけど、この正しい歴史を教科書を作る会さんの作られた歴史パネルと、我々も作っております、歴史伝承パネルで正しい歴史を伝える会さんの歴史パネルを集めましてですね、人町文化会館という、6条、河原町かな、河原町6条ですね、河原町6条下がのところにあります大きな会館がございまして、そちらの方でパネル展の方をさせていただくと。でこのパネル展は実は京都だけではなくて、その後堺、大阪の堺ですね。でこの間住民自治区本条例がちょっと問題になりました奈良県と大阪の県境にあります生駒というところで、その後某、社会民主党社民党系の議員さんである候補者がいらっしゃる大阪府の高槻というところでですね、連チャンでやろうというふうになっております。で、まあ、そういったところで、歴史検証展をさせていただきながら、今後、正しい歴史認識とは何かで、この後その憲法9条であるとか、もろもろ今の昭和戦後憲法ですね、この憲法で果たして日本は守れるのか、それとも戦前の憲法ではどうだったのかといった、そういったところを絡めながら、日本を守るために皆さんのその法というか、僕たちが安心して生活できるんで、周りの国にもメリットがあるような形、法制を作っていくには、どういったものを用意すればいいのか、どういったそのクリアしていかなければいけない問題点があるのかなということで、皆さんと一緒にできるだけ広い範囲で一緒に考えていけるような企画を次々と行っていくと思っておりますので、一つご協力、ご理解、ご支援の方お願いしたいなと思っております。それでは最後に閉会の挨拶を日本会議香川県本部藤井治事務局長よりお願い申し上げます。ご指名いただきましたので、最後に、挨拶ということで指名の挨拶をさせていただきます。先ほど、最後の方に先生の方から、日本人は、本当に嘘をつくのは嫌いといいますか、本当に真面目で嘘をつくこと自体が非常に罪悪を感じる、そういった人間がですね、日本人なんですけども、多くの政治家や、我々国民がですね、なんか勘違いしているのは、このような、中国人も、朝鮮人もですね、日本人と同じようにですね、嘘をつくことに本当に罪悪を感じるというように、ちょっと勘違いしている、それがそもそも間違いでありまして、中国人や韓国人は、嘘をつくのは平気でおります。嘘をつくことに罪悪感も何も感じておりません。嘘でないのは、詐欺師だけと言われるように、本当に平気で嘘をつく国なんです。ですから、これはちゃんと一つとしてですね、これは嘘だということをちゃんと検証してですね、暴いていくことが、やっぱり、大変な努力いりますけども、そうすることによって、やはり日本の誇り、日本人としての誇りをですね、取り戻す。これを地道にやっていくしかちょっと方法はないと思います。これからもですね、こういった講演や、それからまたいろんな運動に、皆さんにですね、協力を得ながら、日本人としての誇りを、取り戻し、素晴らしいですね、ゆくゆくはですね、素晴らしい世界になるように、記念したいと思います。皆さんも一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。